アイダホ巡州、1863年1864年、アイダホ、モンタナ、ワイオーミング各巡州、1868年、アイダホ巡州は、1863年3月4日から1890年7月3日まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち巡州である。アイダホ淳州省、1866から1890、 アイバホ準州は1863年3月4日、公式に連邦議会の法制律とエイブラハムリンカーン大統領の署名で創設された。領域は既存の準州から切り出された。大陸分水界から西の領域は、それ以前オレゴン準州とワシントン準州の領域であり、大陸分水界から東はダコタ準州の領域だった。 当初のアイダホ潤州は、現在のアイダホ州、モンタナ州及びワイオミング州の大半を含んでいた。最初の潤州とはルイストンだった。1865年からはボイシに移った。1863年、現在のフランクリン軍で起こったベア川の虐殺は、南北戦争でも一番西で起こった戦闘と考えられており、 南北戦争やレコンストラクションで起こった騒動は比較的安定していたアイダホー州では遠い関心時に過ぎず、それゆえに開拓が促進された。1864年、ビタルート山脈から西の北東部がモンタナ淳州として創設された。南東部の大半はダコタ淳州の一部となった。1860年代遅く、アイダホー州は南北戦争の間に アメリカ連合国のために戦った南部民主党員を移住させる目的地とされた。これらの人々は初期準州議会で十分な議員数を確保し、指名職である共和党の準州知事と衝突することがしばしばだった。政治的内紛が1867年に特に危険なものとなり、デイビッド・ W ・バラード知事が準州議会に対してボイストリデに駐屯する。 連邦軍からの保護を求めた。しかし、1870年までに内紛は収まっていった。1868年、成形111度線から東の領域が新設されたワイオミング巡州の一部となった。この時に、アイバホ巡州の領域は現在のアイバホ州の形をとった。1860年代以降、アイバホ中の金、 銀およびその他高価な自然資源は1869年の大陸横断鉄道の開通に伴い、巡州内に多くの新しい人々をもたらし、その中には鉱山で働くためにやってきた中国人もいた。アイダホの収職格が近づくと工業やその他の抽出産業がアイダホ経済における重要さを増していった。例えば八百九十年代までにアイダホは 他の、どの州よりも多くの鉛を輸出した。アイダホ淳州の刑務所は1870年に着工し、1872年に完工した。この刑務所はまず淳州が、後に州が使い、1973年まで現役だった。オールドアイダホ州刑務所は、淳州刑務所としての意義のゆえに1974年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。 その場所には、現在、博物館と樹木園がある。古い刑務所の正面玄関間補準集が創設されてからすぐに公共教育制度が作られ、駅馬車の仕組みが設けられた。1865年までに、ルイストン、ボイシお及びシルバーシティで定期的な新聞が発行された。最初の電報用電信線が1866年にフランクリンまで引かれ、 1874年には、ルイストンが北部アイダホでは最初の電信線が引かれた街になった。太平洋岸北西部で最初の電話回線は1878年5月10日、ルイストンまで引かれた。少なからぬ少数集団ではあったが、アイダホ州のモルモン教徒はアイダホでも疑いの目で見られた。1882年までに著名で権力のあるアイダホ人は、 モルモン教の違法な副根性を取り上げて、準州内での選挙権を取り上げることに成功した。アイダホはユタ州よりも6年ほど早く州に昇格できたが、これはユタ準州が大きな人口と開拓の歴史が長かったにもかかわらず、副根性を取るモルモン教徒が多数だったからである。州都を移す論争があった後に地域を2つに分ける提案が広く流れた。 1887年、アイバホ順州は、その存在をなくす寸前まで行ったが、エドワード・エース・ティーブンソン知事のおかげで、グロバー・クリーブランド大統領は、アイバホ順州を、北のワシントン順州と南のネバダ州に分ける、法案に署名しなかった。1889年、アイバホ大学が、当初計画された南部のイーグルロックではなく、北部のマチモスコーに作られることになった。 このことは州都を失うことで北部アイダホ住民が感じていた嫌な気持ちをいくらかでも軽減することになった。アイダホ順州は1890年7月3日、アメリカ合衆国39番目の州に昇格した。ありがとうございます。